はい、皆さんこんにちは。ダイアトニックアコーディオン弾きのメロディオン鈴木です。今日はですね、このおもちゃのミニアコーディオンを使って比較的簡単に弾けるような曲を演奏していきたいと思います。このね、ミニアコーディオン持っているけどどうやって弾くんだろうとか、どんな曲が弾けるのかしらなんて思っている子たちへ向けて、いろいろアップしていきたいと思ってます。もちろん大人も大歓迎です。でね、リクエストなんかもしあれば、コメント欄に残してもらえたら、僕調べてね、演奏できるようにしてまたアップしたいななんて思っております。はい、なんですけど、このミニアコーディオンね、ピアノ鍵盤の黒鍵の部分の音が出なかったり、あと音域もね、狭いんでね、物理的に弾けない曲なんかあるんですね。そんな場合は弾けませんでしたって、コメント返しますんで、よろしくお願いします。はい、では行ってみましょう。今日の曲はこちら。